社長、質問来てます。成功してる人に成功したいなら成功してる人がいる空間に足を運んでそこで自分がいるイメージをしたら成功すると言われリッツ・カールトンを勧められて早速自分がリッツでお茶してみました。しかし特に意味があった気はしません。社長これ意味あると思いますか？あ、僕答えていいですか？僕タイに1回行った時にビジネスクラスにしてみたんですよ。うわすっごい、それ20万、ちょっとすごいやん。どう、また乗りたいと思う？え、まだ早いな。乗れたらもちろんいいですけど、20万そこは僕は価値ないなと思う、でもだから20万払ってんねんから20万の価値をくださいよって思うんやったら乗ったらあかんってことなんやと思う。あとはさ、急にやりすぎたんじゃん。グリーン車ぐらいから雇っといた方がよかった。新幹線のグリーン車。そうなん、どうやった？爆睡しました。でそれはどう感じた？いやまあ別に普通の席でも寝れるなと思いました。あー、だから何にもないように一見見えるけどお金を払って快適さを得てるやんか。それでパフォーマンス上がるとか考え方がやっぱ違うんやね。なるほど。